この動画では一人の患者さんを例に精神領域での作業療法士の仕事について説明します。宮下さんはうつ病を患い入院しました。仕事では複数の部下を束ねる責任者でしたが、多忙で休息がうまく取れず不眠となり、疲れが取れないといった悪循環に陥ってしまいました。今はやる気と自信を失い、一日のほとんどを寝て過ごしています。うつ病の方への作業療法では初期、中期、後期で狙いが変化します。作業療法では気力と体力を取り戻すことから始め、落ち着いたら仕事へ戻るための働きかけへと展開します。さらに再発を防ぐ方法を身につけていきます。作業療法士は宮下さんを作業療法室の見学に誘いました。見学後、本人との話し合いで、まずは卓球などの軽いスポーツから作業療法が始まりました。卓球には適度に体力を使い、周りの評価を気にせずに遊び感覚で行うことができるという特徴があります。ここでの宮下さんにとって卓球という作業は、活動量を増やす体力の向上を狙っての手段としての作業として活用されています。4週間後、宮下さんに活気が戻ってきました。作業療法士は仕事に戻ることを意識して、本人との相談の結果、卓球プログラムのリーダーを任せることにしました。同じ卓球でも体と心の回復に努めるという狙いから、仕事をイメージした役割の疑似体験をするという狙いに変化しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？いや、結構疲れますね。そうですね。でもプログラムちゃんと順調に進んでて、リーダーもやっていただいたので良かったです。まあ達成感は確かに感じますね。宮下さんにとってもう一つ重要なことがあります。心身に疲れがたまると再発を招きます。自分で再発を防ぐ方法を身につける必要があります。作業療法士は宮下さんが以前仲間とバンドを組んでいたことを聞いたので、楽器の演奏を勧めました。ギターという趣味を生活に取り戻すことで再発のリスクを下げることができそうです。宮下さんにとってのギターは心から楽しむことができて、息抜きができる作業です。いよいよ仕事に戻るための段階に入りました。多職種とのカンファレンスでは、現状の確認と職場環境に適応するために必要な支援について打ち合わせました。会社の方には宮下さんの消極的な考え方の特徴とその配慮について、仕事で避けた方が良いことなどを説明します。また徐々に勤務時間を増やしていくことも確認しました。まだ入院中ですが、会社に通う練習が始まりました。じゃあ気楽に頑張ってきてください。普段しかないです。戻ったらオフィス室に寄ってくださいね。わかりました。行ってきます。徐々に頻度を増やします。職場で感じたことや疑問に思ったことなどの話を聞き、復職に向けた支援を行います。会社から戻ってきました。初日は順調だったようです。順調に経過し、3週間後退院しました。今日は初めての外来受診の日です。作業療法室にも顔を出してくれました。宮下さん、入院中の作業療法はどうでしたか？
作業療法は自分の調子とか状態に合わせた課題やアドバイスをもらえて安心して取り組むことができました。やればできるという自信にもつながりました。とても元気そうで私たちも嬉しいです。休みの日には娘とギター弾いたりしてるんですよ。作業療法士は作業をコーディネートする専門家です。今回は卓球を手段としての作業として用いて心身の回復を図り体力を戻しリーダーとしての役割を担う練習をしました。そしてもともとの趣味であったギターを目的としての作業として用いて再発を防ぐ方法を身につけました。このように病によって一時的に失われた社会的役割や日常生活を取り戻し再び社会につながるよう作業療法士は取り組んでいます。もっと詳しく作業療法について知りたい方は養成校のオープンキャンパスに参加してみてください。